人民共和国四川省成都市と、雲南省昆明市と連絡する全長 1100km の鉄道路線である。世界でも有数の山岳路線である。主に別線による複線以下が進められ、ガビ駅以南の急線区間は、下半線及び元昆線と呼称され、中間の花棚湖から、九里沿間は、ダム建設に伴い廃止された。 1958年7月着工、1970年7月1日に、全線開通。2000年8月に全線電化工事完了。これにより、総運輸能力は2倍に増加した。生徒駅、吉枝花駅間は、生徒鉄路局が、吉枝花駅混迷駅間は、混迷鉄路局が管理している。何荷ものループ線で山脈を越えていき、景色は絶景である。 トンネルは427本、橋梁は991本を数え、前線の41%がトンネルと橋梁で、占められる。また、地勢の関係から122の駅のうち3分の1に、当たる41の駅は、トンネル内や橋上に建設されている。西根鉄路沿線には、遺族、チベット族、ペイ族、タイ族、リス族などの少数民族が生活している。 沿線は農業が盛んで、林鉱石や鉄鉱石、銅鉱石、円鉱石などを産出している。2023年の完成を目指し、全線を短絡線の新設、または、線像によって時速 160km から 200km で走行できるよう、複線化する事業が進行している。伏線化が完成した際には、新線は長距離旅客を、 急線は貨物及び短距離旅客を分担する予定である。新線によって本、本名生徒間の距離は、急線より 200km ほど短縮されて 900km 程度となり、所要時間も6時間程度短縮されることが期待されている。1981年、土石流によって、青根線の鉄橋が崩落し、 列車が墜落して300人以上が死傷する事故が発生した。ありがとうございます。